皆さんこんにちは。今回なんですけど、僕今山口が地元なんですけど、ちょっと用事があって帰省してまして、一昨日ですかねたまたま別の撮影がちょっとあって、まあそこで山口県のスポットをインスタグラムで紹介しているインフルエンサーのマキさんという方とですね、奇跡的な出会いがありまして、今回案内してもらえるということで周防大島町にやってきました。周防大島町なんですけど、瀬戸内のハワイというふうに呼ばれていて、岩国の錦帯橋空港が一番近いんですけど、そこにもねめちゃデカデカとポスターが貼ってあったりして、もう見てくださいこの青、めっちゃ綺麗なんですよね。で近づくと透明感とかもすごいヤバくて、僕は海が好きなのでこういうところはめちゃくちゃ好きなんですけど、まあこういったね瀬戸内のハワイと呼ばれている、周防大島町舞台に今から旅をしていきたいなというふうに思います。マキさん本日はよろしくお願いします。お願いします。ということで瀬戸内のハワイですか。ハワイです、はい、の中でも一番いいと言われている片添ヶ浜公園かな海浜公園ちょっと来たんで、すごいめちゃくちゃ綺麗、ヤシの木もいっぱいあって、ヤシの木もいっぱいあって、もうここはマジでハワイですかだってほら見てください、看板やっぱ瀬戸内のハワイなんで全部英語で書いてます日本語の看板が逆にない。英語読めます？読めますこれ？ No No 多分動画には載せてないと思うんですけど、まぁ、ちょっとねいろんな話をするのに、今あっちの奥の方にリセットっていう、カフェかな、カフェがあって、今一緒にちょっとマキさんと一緒に行ってきたんですけど、そこもめっちゃ良かったんで、ぜひ行かれて、ね、すごいでしょこの透明度、ちょっとこの、つける GoPro 投げる海に、もう俺泳いで拾いに行くさでもめっちゃ綺麗、めちゃくちゃ綺麗本当。やっぱ最近今大阪なんで、僕こんな綺麗な海見ることないんですよねマジでマジでいいわ、もうここでずっと座っときたいそのぐらい綺麗で、ちょっと行ったら日焼けしとる人本当に、で奥がね、あそこも今リニューアルしたうんと思う、5年前ぐらいに先輩の結婚式で実はあそこであったあそこで結婚式するの？そう、でもその時もスーツじゃなくてみんなアロハシャツやった。あ、そうそうそう、アロハシャツだけ買ってた。夏になったら役場の人たちみんなアロハシャツ着てます。沖縄みたいな、学校の先生もアロハシャツ。沖縄行けますけど山口県からも、ただちょっとね遠かったりするんで、全然ここでいいと思います。夏綺麗なんで、そうそうそう、ぜひね次は夏に帰ってきてちょっと海水浴場かな、になるんで、体見せれるボディになったら来年泳ぎたいなと。ちょっと頑張らんとちょっと頑張らんといけない今あっちの先の方行ってみます。もっと綺麗かもしれない、綺麗、どう見えたって。でもこの上の方とか上がっていけば、あそこはグランピングなの？あそこがコテージ、あれがコテージ、グランピングは別の場所かな。いや、もう山口県のもうインフルエンサーでマキさんはめちゃくちゃ詳しいんで俺こっち行ったことないな。こっちもなかなか綺麗。ちょっとね初めて、地元やけど、ある意味こういう撮影じゃないといかんみたいなのもあってね、すごく今日は楽しい地元民やけいかんとこってあるよ、やっぱ近すぎていかんとかね。多分ねどこの県の人もそうっすよね結局観光地があっても地元民は行かないんで。そうそうそう、なんかバナナボートあれなんかあるよこういう多分アクティビティとかで遊んだりもできるんやろうな。うん、すごいな、ここも綺麗です。初めてこっち渡りに来たなめちゃくちゃ綺麗マジ透明度本当に青いしね、こう見たら。沖縄来て、いや、ここやめとけよ、山口の紹介しようとき沖縄来て、まだまだ沖縄を本質させるぐらい綺麗ってフォローになっとった、なっとったギリなっとったギリなっとったいやー、ここそう、ここはこっち来たの本当初めてかも俺。そうそうそう、ここもね、なんちゃって穴場
確かに、うん、あ、いいなやっぱり海はあのめちゃくちゃ海っ子で育ったんで僕本当に父さんが昔漁師で、うんうん、であのね夏休みとかになったら、うん、家に置いとったらこうやんちゃ坊主やったら何するか分からんっていうので島で待っとけって途中で降ろされて弟と一日ずっと島におるみたいな。だから無人島生活みたいなのはめちゃくちゃ得意やと思います。一日それで過ごしてる。どこでも生きていけそう。生きていける。いいね大島。うん。やっぱ海やな。おし、なんかめっちゃ魚おる。こんなおるんやっていうぐらい。これカメラでもわかるんじゃない？この黒いの全部魚よ。魚？じゃあ GoPro 投げた方がわかるかもしれない。投げはでもでこれ高さあるけど俺飛び込まんにいけんよ。回収しに行くのに。夏ね絶対おすすめ。確かに夏はおすすめですね。だ逆に言ったら、うん、夏はやっぱ人多くなるんで。もうめっちゃ人多い。いやあの綺麗な海を純粋に見たいとか、うん、そういう人はこういう時期が本当にいいかも。うん、秋ぐらい。寒すぎず、うん、暑すぎずちょうどいい。春もおすすめ。あー確かに、うん、ちょうどいいかもなこの辺は本当に。今日なんか、まあ、10月、うん、中旬ぐらい上旬ぐらいになるんですけど、まあ、僕は半袖今着てますけど、うん、マキさんは長袖、長袖だからどっちでもいけるよみたいな感じの天候なんで、うん、ちょうどいいかも。今後マジで深掘りしていくの楽しみかも。島でこれやったらね、他のとこ行ったらもっと綺麗。結構でも特化してその行っとるところとやっぱ行ってないところの差が俺は結構激しいんで、まあ、ちょっとマキさんの力を借りながら。山口でどこ一番行きたいですか？今それで言うとちょっと思い出深いところで言うと、うん、萩が結構思い出深くて。おお萩ね、静かでいい町。萩とかはありかもな。うん、なんか温泉好きなんで、あっちの方って結構温泉有名じゃないですか。うん、湯本温泉とかね、長門とか行ったら。あっちの方とかも楽しみやな今後が。本当マジたまたま出会えてよかった。本当です。本当に偶然ですもんね。マジで偶然。たまたま一緒になって二人、うんうんうん、マキさんと。で、まあ意気投合して、うん、まあちょっと今回。話もほんで早いんすよね決まるのが。昨日決まったもんね今日の撮影が。しかもそれも電話10分ぐらいしかしてないんで。お互いふっかる。で、あのほぼ打ち合わせなしで今撮影します。だからどういう感じの仕上がりになるかって全く分かんないですよね。そうそう。まあでもあの今回はその撮れる範囲で撮ろうぐらいなんですけど、今後はちょっとねちゃんともうちょっと話し合いして、うん、あのやっていけたらなと思ってるんで、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。宮島の分社です。すごいな。初めてです。初めて。めっちゃ近いのに初めて知りました。これは神社。ここも神社です。宮島の厳島神社の分社になるのかな。そうですそうです。だから宮島行かなくても一緒のご利益をもらえると。そういうことです。であのやっぱね厳島神社で言ったらあの赤い鳥居じゃないですか、うん、ちゃんとねちゃんとあるんですよ。立派なのが。ちょっとこれ危ないわ。すごいな、こんな近くで見れる。やばい、規模感、俺と比べてもめっちゃでかいの分かるよ。海も綺麗やし、で、宮島行かんでも厳島神社のあれ見れるの。そう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 。多分宮島より海綺麗。確かに。で、田舎のいいところ、誰もおらん。人が少ない。でも、ガーって映した。誰もおらん。独り占め。独り占めできる。誰もいません。誰もいません。こんなのあったの、知らんかったな。マジで、さすが山口がいる、マキさん。さすがです山口深掘り企画ガチでおもろくなる可能性ある。だって大島ってこれ島ですから、まだまだ島でこんだけあるから。島でこんだけあるんで山口結構優秀なんです。でもこれは知らんかったな俺。本当に書いてあるもん。厳島神社青と神社が映えとるけんおすすめ。岩門に行く道。行く道、こんなとこから行くんですよ、うん、そう。で、目の前が龍崎温泉で、そう、ここは、うん、僕はあの、まあ、ここから車で1時間ちょっとぐらいのところが、まあ、家なんですけど、
近い。めちゃくちゃ来てました。それこそね、コリン星人マシンっていう病気の治療法が、まあ薬はあるんですけど、抑える、うんうん、確立されたその治療法みたいなのがないんで、うん、それに関しては病院の先生に週1ぐらいで、うん、サウナに行けとかっていうの言われてて、上の関町ってところに、うん、鳩子の湯っていう、あ、ある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 、あそこか、ここの大島町にある、うん、その龍崎温泉、うん、ここが僕のメイン拠点みたいな、すごいこれっすか、それを登っていく感じ、いいな、結構急で疲れる、まあまあすごい坂と、食後の運動にはね、ちょうどいいね、ちょうどいいね、さっきリセットでね、ちょっとお茶してきたんですちょっとお茶するって言って結構食べたから食べた、ね、有名なパエリア食べずにね、そうそうそうサンドイッチと、と季節のお芋パンケーキ、 あれ美味しかったね、めっちゃ美味しかった、この時期限定です、なんか差がえぐいな大阪とのギャップが、ね、大阪にこんな場所ないもんね、ない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 、久々にこの山とか海を見た気がするで山道歩いてね、ほんとでもね、多分小さい時からこういう環境で育ってるんで、こっちの方がしっくりはくるんですよしっくりくるけど、この年じゃしんどいね、ちょっとしんどい、やばいわ、もうしかもめっちゃ急やし、今回の帰省、その僕新幹線で帰ってきたんですけど、うん、めっちゃ楽しようと思ってスリッパで帰ってきたんですよそしたら靴一足を持って帰ってなくて、うん、ずっと俺スリッパで生活しようって急遽撮影が決まったんでどっから持ってきたんですか、その靴、実家にあった昔履いてた靴を無理やり、すごいな、あっちとかも普通にめちゃくちゃ綺麗、めっちゃ綺麗、透明度えぐ、これが瀬戸内のハワイですよ、これが瀬戸内のハワイかすごいわ、やっぱしばらく先までは見えるしな、そうそうそう、すごいね、こんなとこあったんや、うん、初めて知った。これも結構山口県では有名な。いや、本当に知っとる人しか知らんみたいな。こういうのはね、マキさんからじゃないと聞けない情報なんで。俺も知らんかった。すごい。さすがにあっちまでは行くことできるな。ちょっとね、潮が引いとったらいけたかもしれん。すごいな。うん。すごいな。ちょっと。これ何わざと作ったってこと？わざとじゃなくない、これは。むずくない？確かに。え、すごいね、これ。うん。ここ、夕日がちょうど穴の中に入ってくる感じ。夕方なればね。めっちゃ綺麗。うん。あ、冷たいわ、やっぱり。冷たい？さすがに冷たい。もうちょっと冷たいね。で、あと、今、すごい道を来たんで。足がガクガクしてます。いや、まだ5分しか歩いてない。やばいマジで。足ガクガクです。マジでやばい。いや、ここもマキさんおすすめの場所なんで。おすすめです。人もおらし。行ってみてください。大島来たと。瀬戸内のハワイ。夕日もおすすめ。そう、夕日だけめっちゃ良さそうね。うん。夕日がね、穴の中入って、結構絵になる感じ。いいね。うん。いいね。え、ここ初めてやったわ、俺。本当に、龍崎温泉の目と鼻の先やけど。本当に、あんだけ来とるって言うて。龍崎温泉はだってもう、今、イメージだけでも温泉行けるっすもんね。全部覚えてるんで、館内。じゃあ次行きますか。次行きますか。次は、ジブリみたいなお店。ジブリみたいな？そうそう、ジブリみたいな外観のお店で、おばあちゃんがやってるところなんやけど。カフェですか？定食屋さんなんかな、んいや、わからん。え、楽しみ。オムライスとか、チャーシュー麺とかあるお店で。じゃあ、ちょっとね、今からまたすごい強烈な坂登ってくんで、次の場所に移動したいと思います。はい。ほっ！で、今、食堂ですか？食堂なんですけど、残念ながら、1時まで。あそこ、ちょっとね、書いてある。1時半まで過ぎてたんで無理なんですけど、その外観だけでもね素敵だったのちょっと映そうかなと思ってこれジブリでしょ完全にジブリのね中に出てくるようなところでなんか、おばあちゃんがやってるのかな、うん、めちゃくちゃ素敵な方みたいなので、まあ、僕もちょっと来れなくて残念なんですけどちょっとマキさんのね以前載せたリール
ちょっとあのお借りして載せておくんで、ぜひあの皆さんそれ見て行かれてみてください。ここ知ってる？瀬戸内ハワイの隠れ家に行ってきたよ。緑に囲まれたお店はおばあちゃんが一人で切り盛りしてて、まるでおばあちゃん家に帰ってきたようなそんな空間。貴重なサインもあって、おすすめメニューはこのお稲荷さん。ほんのり甘いのが癖になる。定番メニューのすき焼きそばもこれまた癖になる。オムライスは優しくて懐かしい味。あっさりコクのあるチャーシュー麺もあるよ。みんなも行ってみてね。誰かおらんかなと思うんですか。2つずつ喧嘩せんよ。稲荷ありがとうございます。また来ますね。すいません、ありがとうございます。すいません。いやいや、こちらこそ。また来ますね。言うな、置いてあるんならしてあげるんやけど。あ、全部片付けたんじゃん。ごめんね。いえいえいえ、やってください。あ、稲荷もらった。ありがとうございます。ハラハラ。はい、ありがとうございます。最高。もらいました、稲荷。ありがとうございます。稲荷いただきました。2個ずつ。ちょっと後でね、いただこうかなと。せっかくやったら海沿いでも。あ、そうやね、行こう。食べようかなと思うんで。どこでしたイーノの山です。イーノの山。イーノの山。イーノの山っていう、ここは絶景スポットになるんかな。ここは絶景スポットです。絶景スポット、うん、ちょっと山上がったところになるんですけど、あのさっきね、行った食堂で閉まってたんですけど、おばあちゃんが出てきてくれて、うん、あの稲荷をね、いただいたんで、そのちょっと絶景を見ながらちょっと食べようかなと、いただこうかなと思います。行きましょう。あ、書いてある。書いてある。イーノの山展望台。こちらに。こんな近いところでこんな知らんもんなんやな。いや、なんか、その地元のインフルエンサーっているじゃないですか。各県、うん、まあ多分今めっちゃ多いと思うんですけど。うんうんうん、すごいっすよ。本当に。そういう人とね、その、たまたま出会えて、で、今回、その、撮影も一緒にさせていただいて、本当感謝ですよ。いえ、こちらこそですよ。まさか旅する病人と会うと思ってなかったから。いや、マジで、だから、皿洗いをね、一緒にそのしたのがきっかけ。で、そこで1時間ぐらいは喋ったんかな。喋ったね。結構喋って、まあ、もちろんね、その、旅のこととか、まあ、その仕事の話とか、もさせてもらったんですけど、まあね、いろんな、プライベートの話とかも、させてもらった上で結構意気投合して、めちゃくちゃありがたい。本当にちょっとね、後でそのご飯でも食べながら、その件についてはちょっとゆっくりまた話せたらいいですね。そうですね。あ、ちゃんとトイレとかもあるんですね。あるけど、どうやろう、幽霊です。そう、幽霊です。多分手洗うのは人ここなんやこれやな、ね、って感じだ。俺はこう、これが結構しっくりくる。田舎育ちはね、見慣れとるね、あれ。大阪、東京行った時のハイテクさに困る。マジで、車線は1個で。1個で。5個とかあるやん。あるね。あっちの方とか。うんうんうん。怖い。運転するのですらね、怖いもんね。迷うもん。すごいね、こんなとこあるんや。そう。マジで、大芝、穴場しかない。え、しかも、ちゃんと。テーブルあり。うわ、これやばいわ。絶景。マジで絶景。この角度めっちゃ良くない？その角度両方入るからね。左海の右山みたいな。うん。ここいいな。よかったー。やっぱね、なんだかんだでその大阪とかに引っ越してからは、何もしてないんですけど、あの、人ごみ、すごすぎて疲れるんですよ。うん、疲れるね。もう地元から来た時にまさに見たい絵がもうマキさんのおかげで見れました。もうありがとうございます。こちらこそ。本当にありがとうございます。よかった。最高やった、本当に。このね、絶景を見ながら、あのちょっと先ほどおばあちゃんにいただいた、稲荷ですか。ちょっとあの一緒に食べていこうかなと思います。はい、これマジで美味しそう。先どうぞ。あ、いただきます。久しぶりに食べる。いただきます。いただきます。うまっ。優しさが詰まっとる。めちゃくちゃ美味しい。うまっ。なんか俺は行ったことないけど、その、あそこの食堂もめっちゃ美味しいんやろ。美味しい、本当に。おばあちゃんの味いいね、そういうとこ大好き。雰囲気もね、すごいいいところ。昔ながらのって感じ。
これうますぎてペロリですわ。うん、おいしい。マキさんとのね、そのちょっと出会いというか、まあ、出会いって言ったらね大げさかもしれんけどでもあのちょっとそれに関してね話していこうかなと思うんですけど、あの一昨日ちょっと別件でマキさんは案件かな、まあ撮影かな、撮影の依頼の依頼で、うん、で僕はエキストラ、エキストラ出演、まあ、友人というか、うん、まあ、先輩なんですけど、そのいつもお世話になってる、まあ、ちょっとところがあって、そこのね撮影があった時に一緒にたまたまなって、うん、でまあ聞いたらね、とんでもないすごい方やったんでマジびっくりやったんですけど、でその時に今日ありがとうございましたって終わった後にこう連絡取ってたら、もうぜひ一緒に旅させてくださいって、いやいやいやそんなぜひ一緒になってこっちのセリフですよっていう感じだったんですけど、本当にねその後連絡取って、うんうんうん、ちょっと用事があって10分ぐらいしか電話してないんですけど、もう撮影に早速行こうということで、おとといの話ですよ、それが。で、今日急遽、僕もちょうど帰省しているタイミングで、マキさんも休みだったんで、うん、ちょっとあのね、撮影を一緒にさせてもらってます。まあそんな感じで、その、ね、ご縁があって、今回その一緒に撮影させていただいたんですけど、ぶっちゃけで言うと、うん、3万人ぐらいフォロワーいらっしゃるじゃないですか。僕とね、うん、コラボっていうんかな、うん、あれしてもメリット何もないじゃないですか。本当に。そんなことは。いや、めっちゃ嬉しかったんですけど、僕は、うん。し、めちゃくちゃありがたいんですけど、うん、なんでそういう感じで言ってくださったんかなと思って。なんやろ、渡るさんの人柄がもう良すぎて、うん、一緒に旅したい。初めて出会う人種やったから、一緒に旅したいで率直に思って、ああやって。ぜひ旅させてくださいね。いや、それはね、めちゃくちゃ嬉しいですね。やっぱりそのね、その、俺もそうやし、うん、まあ、マキさんも SNS とか、うん、まあ、YouTube もそうやし、うん、まあ、そういうのをやったら、どうしてもこう、数字ばっかり求めてしまうっていうのが あって、うん、ただその自分は数字だけじゃなくて、うん、やっぱりこう、自分にしか届けないこともあるかなっていう、うんうんうん、病気の俺やけこそ、みたいな。普通だっていないでしょ。病気ネタにしちゃダメですよ、本当に。ネタにしとるんじゃなくて、まあ、その、うん、ま、マジでね、うん、その頑張ることを、やっとる、やっとることやっとるんで、うん、まあ、笑えるよね、みたいな。で、最終的には治して、うん、まあ、同じ病人の人とかにも、うん、その、まあ、勇気や元気を与えたいと思ってやってるんで、うんうんうん、だから、まあ、別に自分をバカにするのは別にいいんですよ。実際そういうアンチも早速いただいたんで。でも、アンチは最大のファンやから、ね。いや、そうなんですよ。だから、てか、俺からしたら正直、別に来てほしいわけじゃないけど、うん、でもなんかこう、まあ、アンチが来るってことはまあ一つ、ちょっとこうね、なんか、いい感じになりよるんかなっていうのもあるし、正直病気ってのその治療とかの方が辛すぎて、なんか来ても、おーぐらいの感覚やってまして。で、やっぱりね、その分かってくれん人がおって、それは人間なんでおるよと。でも、今回のその、ね、出会いみたいな感じで、自分よりすごいね、インフルエンサーの方がそうやって言ってくれるっていうのは、まあ、行動してないと何もないことなんで。そうだね。だからそれは。あの撮影に行かんかったらあってもないし。いや、そうよ、本当に。マジで。だけど、そのなんか直感で、あ、もう今回ちょっと、俺もちょっと協力させてもらおうと思って、大阪から帰ってきて、マジでよかったなと思って、本当に。だから、今後ちょっと、今、まだね、そう、確定はしてないんですけど、どのぐらいの期間でできるかとかも分かってないんですけど、僕前々からちょっとその、日本全国を、まあその舞台にやってるんですけど、山口県がね、やっぱ出身なんで、めちゃくちゃいいとこ多いんですよ。今回も、まあ見てもらったんで、その分かると思うんですけど、そういう、その地元の良さを伝えれるように山口県の深掘り企画もやっていこうと思ってるんで、うん、まあその時ぜひよろしくお願いします。案内できるとかあれば。ぜひお願いします。行きましょう。はい、お願いします。どこでも行きますよ。でもね、やっぱりこう、地元でもこんだけいい場所ってあるんやっていう。うん。こんなとこあるとか思わないですかね、マジで。ね、なんかある意味、マキさんがさっき言ってくれたけど、その本当に一緒に旅してく、旅してみたいっていうふうにも言ってくださって、うん、まあ僕としてもやっぱりこう、有名なとこ以外ですごい良かったなっていうのは、山口県以外も逆に言ったらあるんですよね。うん、うん。いや、その辺も含めて、うん、まあ今までこうね、うん、山口県だけに特化してやるよって、うんうん、やっぱりそれ以外のところも見せれるように、うんうん、僕もちょっと頑張りたいなと思うんで。ぜひぜひ連れてってください。いや、お任せください。頑張るんで、お願いします。お願いします。はい、ということで今回、山口のスポットを紹介するインフルエンサーのマキさんと、一緒にですね、まあ、急遽だったんですけど、まあ一昨日出会って、まあ本当に素敵なご縁だったので、
撮影をご一緒にということで、協力していただいて、山口県の周防大島町を回ってきました。僕も地元からかなり近いんで、まあ言っても、そのインフルエンサーと言っても、まあないでしょうと。って思ったらすいませんでした、本当に。全然知らないところばっかりでした。本当になんか、山口県で地元からもすごい近いのに、本当になんか旅行に来たような感覚でしたし、山口県の皆さんも含めて、観光者のね、皆さんも、ぜひ、今回紹介したところ、行かれてみてください。で、今後、先ほどちょっとご飯を食べながら、マキさんがお話ししてくれたんですけど、まあ、いろいろなところをね、旅してみたいという話から、一緒にやらせてもらうかもしれませんので、まあ、その時はですね、ぜひ僕と、マキさんの応援よろしくお願いいたします。今回お世話になったマキさんのインスタグラムの方を、3万人対500人ぐらいなんで、本当に申し訳ない、失礼な話なんですけど、概要欄の方にアカウントを載せておきますので、ぜひマキさんのインスタグラムの方のフォローもよろしくお願いいたします。最後になりますけれども、高評価とチャンネル登録、本当によろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。